タイムは、大石慶による2009年発表の、観能ホラー小説。拉致監禁、レープ、トラウマ、SM といった衝撃的な題材を取り扱っている。2013年、石井隆監督により、映画化された。また、小説を原作とする同盟のコミカライズ作品がある。美しき不妊治療医として活躍する一方で、SM クラブの M 城、セリカとしての顔を持つ直子 な子を慕う患者に対しては、聖母のように、セリカを求める男たちに対しては、死虐心を借り立てる喫水の M 状として接する二重生活の始まりは17歳の頃に遭遇したある生産な事件だった。エニカは映画版キャスト。2013年9月21日公開の日本映画、R18 指定。つやつやの作画による同名の漫画家作品が、 日本文芸者の漫画雑誌、別冊漫画娯楽にて、2012年12月号から2014年4月号まで連載された。作品としては、全2巻完結となるが、単行本は、日本文芸者、日文コミックスから第1巻のみが刊行され、第2巻は諸事情により、未完である。2015年5月16日に、甘い無知完全版がエンジェル出版から出版された。 2013年9月、ISBN 978から4から537130720、東京都青少年の健全な育成に関する条例、により不健全図書に指定。ありがとうございます。